8月18日、葛西海浜公園西渚で里海祭りが行われました。葛西海浜公園では7月15日から8月25日まで海水浴体験が開催されており、期間中の日曜日を中心に NPO 法人ふるさと東京を考える実行委員会が主催して、以前葛西の海で行われていた漁業体験などを開催しています。深いのが見えるね。会場では多くの方が参加し、べか船乗船体験やとあみ体験などが行われました。訪れた皆さんは身近に海を感じられるこのお祭りを大いに楽しんでいました。